ハロー、ニメハロー、こんにちは、シャンメイです。本日はゼノンザード第11回配信を撮っていきたいと思います。本日はクリスマス当日です。配信はもうちょっと後になります。 AI カード出す、ゼノンザード。このトップすごい可愛いですよね。メリークリスマス。街中が華やかで楽しいね。めっちゃいっぱいプレゼントくれる。今日7日目なので今日で最後ですかね。よいしょ。さて、なんかプレゼントがなんかいろいろもらった。はい、さて今日はですね、メリークリスマス。前回から街中が華やかで楽しいね。めっちゃ放置してあったチュートリアルの白との対戦、これをちょっとやってみたいかと。マキナスの特徴はこちらです。ミニオン同士の戦闘に強く、フォースに関連した戦術に特化しています。得意な動きが再起、フォースの防衛とブロック強制。あ、今やりたくなくてもってことだね。ブロックスルーしたくてもさせられるっていう。じゃあ挑戦してみます。もうゼノンザード始めてだいぶ経つのにね、まだチュートリアルが終わってなかったっていう。まあ大丈夫、俺が見てるからね。基本通りに行きましょう。我らが舞台、とくとご覧あれ。全部一個ぐらい残しておいた方がよくない？決まりだね。いい役者が揃ったね。いいかどうかがね、いつもわからないんだよ。さあ、舞台の幕は開かず、後戻りはできないよ。じゃない。こいつを舞台に上げてみようよ。ミニオン召喚。ターンエンドでいいんじゃない。ターンエンドだね。本気出しますよ。マナ、セットカットお願いします。で、ターンエンドです。退屈はしなさそうだね。このミニオンをベースへ移動させてはどうだい？さあ、こいつを舞台に上げてみようよ。ちょっと待って、見たことないんだけど。あ、特に特殊技はない。ミニオン召喚。このフォースにアタックしちゃおっか。はい、やれに。いいね、ターンエンドでいいんじゃないかな。ターンエンドだね。本気出しますよ。マナ、セット完了で。ミニオン召喚です。歌えや踊れ。マナをせ、こいつを舞台に上げてみようよ。君の立ち位置はここだよ。このマナをフィールドへ移動させ、フィールドに移動するね。このフォースにアタックしちゃおっか。なんかフォースをバラバラに攻撃するのってなんか意味があるのかな。一回本体殴れたよねっていう。お願いします。行っちゃいますよ。痛いな。ノックオンです。ボスを破壊しました。ターンエンドです。こういう演出もちょっとまずいのか。チュートリアルで大丈夫。舞台に上げてみようよ。ミニオン
ン召喚。ライフにアタックしちゃおっか。誰にしようか。ライフにアタックしちゃおっか。誰に打ち取っ。このマナをフィールドへ移動さ。フィールドに移動するね。ライフにアタックしちゃおっか。誰にし打ち取っ。ライフにアタックしちゃおっか。誰にし。いいね。アンエンドでいいんじゃないかな。悔いはないかい。行っちゃいますよ。マナ、セット完了。行っちゃいますよ。パスしてもいいんじゃないかい。パスしてもいいんじゃないかい。向こうがなんか出してきたら危ないよね。しちゃおっか。誰にしようか。おやおや、滑稽だね。誰にしようか。ライフにアタックしちゃおっか。なんかちょっと1枚ぐらい出してみたいんだけど。あ、意味ないけど。君の立ち位置はここだよ。ライフにアタックしちゃおっか。誰にしていいね。素晴らしい。あ、でもなんかさすがですね。ね、白の特性が、白デッキの特性がね、よくわからないまま終わりました。どうだったのかな。なんか、白のどういう特徴だったのかなみたいな。あ、間違えた。で、あと今日はですね、もう一つ。いや、君か。俺今ちょっと忙しい。ちなみにですけど、この限定ミッションのちょっと今頑張ってるんですけど、このスキンが、スキン販売記念かのアウロスギアがもらえるっていうのが70回勝利するなんですけど、これめちゃくちゃしんどいと思うんですけど、いや、あと20日ありますけど、結構きついよ。70戦とか100戦するんだったらいけるけど、勝てっていうのはね、結構きつい。そしてですね、今日はこの後イベント待ち、オープンバトルってなんかイベントでなかったっけ今。ちょっと待ってよ。もうすぐ日が暮れるね。こっち？今日はどんな一日だった？あ、あれか。ゼノンザードさんの公式ツイッターから行かないといけないのか。なんか公式であるやつをここに出してほしいんだけど。知らないやつなんてこの世にいる。じゃあ、すいません。じゃあオフィシャル AI さんに今日はちょっと挑戦して。終わってこうかなと思います。勝率が低い。 43% なんで、ちょっときついかも。頑張ります。はい、しかも最近赤デッキしか使ってないというね。もう他の色が、そして他のフォースももう使えないっていう。あ、では参りますか。大丈夫、俺が見てるからね。さて、お手並み拝見。うん、決まりだね。いい役者が揃ったね。さあ、舞台の幕は開かれた。後戻りはできないよ。ターンエンドでいいんじゃないかな。ターンエンドだね。
配置。はーい、こいつを舞台に上げてみようよ。君の立ち位置はここだよ。このミニオンをベースへ移動させてはどうか。一回殴っとこ。誰に打ち取っ。このミニオンをベースでターンエンドでいいんじゃないかな。ターンエンドだね。すごい荒野の旅人さん入れてくるやん。歌えや踊れ。こいつを舞台に上げてみようよ。うん。ミニオン召喚。このカードを選択するのはどうだい？このミニオンをベース。ああ、こいつを舞台に上げてみようよ。君の立ち位置はここだよ。ターンエンドでいいんじゃないかな。いっか、待って。ターンエンドだよ。え？何が起こった？してもいいんじゃないかい。こらこら、まあこんなものかな。いいんじゃない。こいつを舞台に上げてみようよ。手札に戻されたのかな。なんかよくわかんないけど。ミニオン召喚。こいつを舞台に上げてみようよ。さあさあ、お立ち合い。このフォースにアタックしちゃおっか。そっち？こっち割っとこう。誰にしようか。よきかな、よきかな。このフォースにアタックしちゃおっか。フォースに行くぐらいなら温存しとくかな。どうしようか。誰にしようか。増えたよ。打ち取っ。ターンエンドでいいんじゃ。何が起こったの。悔いはないかい。もう向こうはあれかな。黄色デッキでいい。このマジックなら盛り上がるかな。へい。種も仕掛けもございません。このミニオンを選択するのはどうだい？特徴。こっちは召喚時だけか。じゃあこっちかな。いい立て師になれそうだね。痛いな。あ、でもあと1体ぐらい来るかな。あれ、また戻された。きついのですが。きついのですが。壊されちゃった。まあこんなものかな。マナをセット。このミニオンをベースへ移動させてはどうだい。これ？ああ。本当はこの子出しときたいんだけどな。こいつを舞台に上げてみようよ。いや、こいつ強いから。向こうの盤面がいなくなります。いい立て師になれそうだね。マジックカードもないしな。やめとこう。残しとく意味。
楽しくなってきたじゃないか。きついですきついですよ。こんなものかな。こいつを舞台に上げてみようよ。ミニオン召喚。このミニオンを選択するのはどこ。打ち取ったり。こいつを舞台に上げてみようよ。待って、プラス200で500か。このマナをフィールドへ移動させ。こっちの方？こっちじゃなくて？いやでもな、ああや、待ってよ。あー悩むな。この子入れたい。ミニオン召喚入れて、ダメだよ。この子を入れる。ターンエンドでいいんじゃないか。なんでや。割っていい。ちょっと終わっとこうか。だね。あ、そうか、マナが回復しないんだ。しまった。パスしてもいいんじゃないかい。なになになに。ブロックできる。来る、もうダメだ。怖い。辛いのですが。オフィシャル AI さんね、なんかあんま勝てないんだけど。何がいけなかったでしょうね。やっぱフォースあんまり割りにいっちゃいけないのかな。よくわからないですね。ではちょっと今回ここまでにしたいかなと思います。なんかクリスマスの、違った、セリフとか、ないのかな。すごい、今日だけ喋ってくれるみたいな、なんかないですか。よろしくさん、なんかないですか。なんかさ、触った場所とかでさ、反応は変わんない、ね、変わんないか、ね、あ、クリスマスなのに特に何もない。でもなんかこのホームここで、ここで触るとなんか、なんかいろんなこと言ってくれる。お触りはね。ではちょっと今回はここまでにしたいと思います。ちなみにランクがやっと17ぐらいになっております。もうちょっと頑張って上げていきたいかなと思います。では第11回配信ここまでにしたいと思います。では失礼します。